日本一の温泉県大分。鬼、ここにも鬼、お願いします。よいしょ。皆さんお晩です。ケコです。カカです。はい、今日は大分県にやってきました。今日はなぜ大分県に来たかというと、大分トリニータ対モンテディオ山形の試合を見に来たんです。おう、で、大分空港について早速これを買っちゃいました。タカさんが今着てるんですけど、毎日が地獄 T シャツです。一目惚れだね。一目惚れして買っちゃいました。空港を出た瞬間のさ、セブン、そう、あったから速攻買いました。面白いな、これこれこれってね、はい、サイズもぴったりです。そうね、うん、体大きい人でも大丈夫。これで地獄生活を送っていきます。はい、はい、毎日が地獄です。今回はレンタカーを借りて、空港から駅に向かっています。そうだね、うん、1時間ぐらい下道で私たちは行こうかなと思って、うん、街並み見たいから下道で私は運転する派です。あんまり時間かかんなければ。なんか車もさ、そんなにないからさ、うん、そんなに危なくない感じだよね。そうだね、うん、道も広いし、道も広くていい感じです。運転しやすいね、快適ですね、これは、うん、じゃあこっからですね、1時間ぐらい大分駅までかかるので、気をつけて運転してもらって行ってきます。はい、安全運転で行きます。楽しみます。大分の人に怒られちゃうから。
ゲップじゃねえよって。ゲップです。ゲップ温泉すごいよね。てかなんかさ、ルルブ見たらさ、温泉ばっかりだったね。そうだね、温泉いっぱいあった。いい感じだよね、全部なんか効能が良さそう。確かに全部蔵王みたいな感じだよね。あー、全部蔵王温泉みたいな。硫黄なのかな。でもどうなんだろう、どうだろう、行ってみて確かめるしかないだな。あとは39分で着きます。あと、はい、はい、了解です。このまま真っ直ぐ進みます。駅ね、めっちゃ栄えてますよ。めっちゃいいです。めちゃくちゃ賑わってます。でもそのなんか密集してない感じがいいよね、ちょっと広い感じ。そうね、なんか広々としてて、うん、でもいろんな店入ってて過ごしやすそう。イベントもやってるし ね、めっちゃいい感じ。めっちゃいい感じです。こちらが今回私たちが泊まるホテルです。大分駅直結です。しかもスパもあります。最高です。ハト、どこ行く、どこ行くんだ。さっきまで寝てたのに。こんにちは。あ、ホテルロビーって書いてある。ホテルロビーが左だね。おお、すごい。これから高尾屋さんで鶏天を食べたいと思います。美味しそうだよね。金ピカだ。おお。広くない？いい感じ、広い。なんか可愛い木だね。うん。いいね。落ち着きますな。いいです。いえ。今回泊まるホテルのお部屋はこんな感じです。
地獄ティーの人がいる。くつろいでますね。今日は天国です。スカイスパ、はい、はい、でこれが、これから行くシティスパ天空19階ですね。行ってきます。泊まった人は何階でも出入りが自由ということで、その時間内だったらね。岩盤浴以外ね。あ、岩盤浴以外か、うん、サウナとか。サウナと温泉。営業時間内プラス宿泊期間中、うん、だったら何度でも OK ですよね。うん、最終受付が23時で、うん、朝が、9時まで、9時が最終受付で、うん、チェックアウトが11時って言ってた。11時、うん、だからゆったり。そう、このベッドもなんかふかふかそうでいいんじゃないですか、ね、うん。トイレとお風呂は一緒になっていて、ユニットバスです。清潔でピカピカです。高さん、はい、すごい気になるんですけど、あなたの横の障子が。あれ、部屋から眺めじゃないですか。ちょっと開けてもらってもいいですか。いいんですか、私が。お願いしてもいいですか。はあ、わかりました。はあ。なんかすごいの広がってたらどうしよう。すごそう。お願いします。ここ17階でしょう。うん、やばいっす。これやばいっす。これはすごい。しかもさ、見て、海、海、海だよ。え？あれ海でしょ。山じゃなくて。え？あれほらビルのところ、ここ海広がってる。え？ほらあそこ海だよ。あ、あの右奥海ってことは。そう、さっきずっと走ってきたじゃん、海のところ。はい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 。海も見えるんだよ、すごいね。やばいね。ねえ、私たちはこれからシティスパ天空に向かいたいと思います。はい、天空で汗水流し、汗水流し、綺麗、うん、になって、うん、試合に行きたいと思います。そうだね、はい、スタジアムで。4時シャトルバス開始だから、うん、まだ2時間ぐらいあるか。うん、よし、じゃあ館内着に着替えていきますかね。うん、行こう。よいしょ。はい、お風呂にも入ってサウナにも入ってすっきりして汗もきれいさっぱりに洗い流して準備が完了いたしましたので、これからレゾナックドーム大分に向かっていきたいと思います。向かっていきます。
と今大分駅直結のホテルにいて、でそこから少し歩くのかな、何分ぐらい歩いた場所にシャトルバス乗り場があるので、そこにまずは向かいたいと思います。まあ、前回横浜 FC に負けてるんでね、ここで、まあ、連敗しないように精一杯応援して絶対勝ちましょう。では行ってまいります。到着しました。シャトルバスでだいたい25分って書いてたけど20分ぐらいで着いたような気がするな。着いた、うん、割とスイスイ。で見てくださいこの大きさ。大きい、ほらこれ、ね、すごい大きい。確か2002年のワールドカップでも、ね、使われてるスタジアムなんで、めっちゃ大きいですね。でっか、俺の顔ぐらいで書いてこっちの方が大きい。失礼です。ちょっと初めて来たので右も左も分かりませんが、ちょっとスタグルだったりスタジアム周りを回ってみようと思います。行ってきます。活動をしてるんですよね、私たちね。はい、私はシンガーソングライターとして普段中島遥という名前です。専用入場口に到着しました。早速乗り込みます。なんかすごいぞ、新感覚です。ねえ、面白い。なんか下に席があるって感じ。面白いね。ペッカム、あ、ペッカム、うん、で、ロイキンでしょ、で、ゴジョンさん、クローズじゃん。お、あ、トルコさん、これ失点シーンじゃない、ヒデいるじゃん、ヒデ、いや、あのモヒカンはトダだよ。あ、違う、トダヒデだと思った。あ、で、鈴木高一さんのつま先ショットね。つま先ショット、うん、へー、面白い、何それ。ボールが入ったから日本が一気に勢いづいたんで。そうなんだ。松田いるべ。え？ほらほらほら、左下に。あ、いた！すごいすごい。おお、松田直樹いた。いるね。しかもこれ髪の毛長い時だ。そうそうそう。やばい。やばいじゃん。大井南部と中田木で柳沢。奈良崎、森岡、中田浩二、鈴木貴之、市川大輔、戸田和之。これやばい、やばいメンバーだね。やばいメンバー。うわー、すごい。すごいね。唯一ちょっと残念なのは中村俊輔がいないというか。あ、確かにいない。メンバー外れたから。そうなの。あ、ほらほら、やっぱりここでやってるよ。ここでやってる？うん。
ケシコタイタリア、デルピエロ。あ、デルピエロ、ユイチが好きなの。あ、じゃあユイチ好きじゃない。スウェーデン対セネガル。たぶんあの右上の顔反応映ってるのは、たぶんブラヒモビッチだ。で、この顔してそう、分かんないけど雰囲気。あ、チュニジア対ベルギーもやってるんだ。すごい人入ってるね。うわ、すごいね、これ。びっくり。え、でもさ、国立競技場より全然見やすくて。いや、こっちに大きいな。あ、いた。見えたん。いた。買いましょう。ちょっと待って。ブロックもある。あ、ブロックもあるじゃん。うん、ね、この子も可愛い。小さい。あ、でもなんか、顔可愛くなるんだろう。え、こっちの方がいいんじゃない。顔が可愛い。フラッグはフラッグ。フラッグ。これ、ニータンフラッグ。え、すごい。ニータンと、これニータって書いてある商品で。あ、エンブレム。これが兄ちゃんとリッチっていう、もしウサギがいるんですけど、2人乗ってるもの。あ、3種類あるの。なるほど、やっぱ種類豊富だな。種類豊富。じゃあ袋で押されますか。袋1枚押されます。はい、できですかね。レストラン気になりますね。ポリテンですか。ポリテン。また食べんの。え、かわいい。なんだこれ、かわいいな。ディオだけ頭ポン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 って飛んだって。ディオすごいことになってる。本当だ。あ、そっか、みんなのね。面白いね。再入場の券をもらって、ちょっと外のサグルをまた散策に行きます。よろしく、神田、よろしくお願いします。じゃじゃん、じゃん。今回も袋付きで買いました。はい、こんな可愛い感じです。バッチリエンブレムとニータンがいますね。はい、はい、この子もなんかウサギちゃんなんですけど、トリッキーだった。なんかこの子もキャラクターです。じゃあ行きます。はい、まず1つ目、じゃん、フラッグ。久しぶりのミニフラッグですね。はい、売ってました。最近立て続けになかったので。はい、次、じゃん、ニータンぬいぐるみです。無事売ってましたね。はい、外のグッズショップにはなくて、中入ってメインスタンド側にあるグッズショップにあったんだよね。中に入れば売ってます。仲間入りです。この子いっぱいいたね。ね、じゃあこの子はお家に飾ります。はい、では続いてスタグル紹介お願いします。はい、まず一つ目が中津唐揚げ骨なしです。美味しそう、いっぱい入ってるね。唐揚げちょっと食いたくて買っちゃいました。はい、唐揚げずっと食べたいって言ってましたね。そうだね、はい、鶏天食って昼爆発した。うん、熱が入りました。はい、こちらが、はい、何サンドだっけ。勝利サンド、大勝利サンド、大勝利サンド、大勝利サンド。ローストビーフが入ってるんじゃない中にね。うん、うん、ちょっと美味しそうなので買ってみました。はい、はい、美味しそう。で、次が
必勝巻きだ。必勝巻きみたいな感じだったかな。肉巻きの、うん、豚バラ肉巻き。ご飯ですね。はい。はい、ちょっとタレがもうすでに垂れ始めています。タレだけに。寒いよ。やっぱり、ま、毎日地獄です。笑ってもらえない。で、最後。こちら。ニータンのブッセと、これは何ですか、けこさん。メロンパン。ニータンのパン、メロンパン、うん、メロンパン。なんかカメなんとかってなんか名前あって、うん、カメロンパンみたいな感じだったっけかな、うん、はい、これタカセレクトで、けこセレクトです。楽しみ。美味しそうだね、うん、ちょっと食後のデザートちょっと、はい、食べてみます。こんな感じでした。はい、じゃあそろそろスタジアムに戻りますかね。うん、はい、行こう、行きましょう。おう、全力で応援していきます。
恋せよ。でも、よかった。いや、よかった。よかった。なんか、ヒューって。ヒューって。みんなに言われてる。準備されてる。バスの時間が最終が9時25分ということで撤収が早いので
急いで向かってます。ありがとうございます。早く着いた。20分ぐらいだった、うん、覚悟してとしたよ、うん、もうスパに入れないからじゃ入れます、ま、スパに入りたいからさ早く帰んなきゃ大丈夫です、うん、よかった。藤枝の時だってさもう日付変わりそうだった。そうだ、ね、確かに早かった。大分は先ほどホテルに戻ってきました。はい、はい、結果はですね0対3で完勝でございます。イエーイ、やりました。やりました。完勝、圧勝、圧勝、圧勝とも言えるし完勝とも言えるし、やっぱりクリーンシートで3点取って 3-0 でしょ。こんなに気持ちいい勝ち方はねなかなかないから、うん、めちゃくちゃ嬉しいですね。なんかもうなんかすごい今日勝ちそうな予感しかしてなかった。そうだね、うん、2点目小西選手が決めるときにケコさんがカメラ回る前でなんか入りそうって言ったんですよ、そしたらマジで入って、じゃ常に言えって言っときました。ケコさんには入りそうって、はい、そしたら毎回入るから。あとレレマスク持っていくと全部買ってる。そうだね九州はこれで熊本の熊本勝ちで大分勝ちで九州は、まあ、2回しか行ってないんですけど勝ってるね、うん、勝利で今年は終わりですね。やったぜー。はい、まあ、このまま最近感染して3連勝だからホームの徳島と藤枝とそして今日の大分と、あ、そう、最近うちらが行ってるやつ全部勝ってる、勝ってる。だから来週はちょっと行けないけど愛媛甲府って立て続けに行くので、あ、勝ちたいですね、うん、行ってね、そこ勝ってねあのプレーオフの中にこう入り込みたいなという感じですね。滑り込み、シューって、うん、そう、得意の滑り込み山形得意はい、はい、いやもう本当になんか藤枝戦で1回相手1人少ない中でやってるのもあってか危ない場面はありましたけど、うん、うん、そこから2点追加してしっかりと試合をこう締められたっていうのはすごい良かったんじゃないかなってすごく思います。ね、うん、もう一つも負けられないんで、うん、うん、もう最終節まで全勝で、全勝で、うん、あとは最後どうなるか見てみようっていうね感じの状態に持っていけたらいいのかなって思いますね。プレーオフになったら行かなきゃね。うん、当たり前でしょそれ。はい、当たり前です。それは当たり前です。去年清水で悔しい思いしてるんで。ああ。はい。はい。それはもちろん行きますし、はい。はい。やり返さないといけないんでね。もし出場なったらね。うん。うん。はい。ということで。ということで。はい。今回の動画いかがだったでしょうか。はい。はい。少しでもいいなと思っていただけましたらぜひ。グッドボタンとあとコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。明日某所を回って帰る予定をしてます。でそれの動画も上げますのでぜひチャンネル登録して待っていただければなと思います。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。